はい、さんこんにちは。い、さんんこにち今日はですね EXILE 大賞の、えー、歌を歌い続けることの耕罪ということでねいいこともあるけど、えー、悪いこともあるよっていうことを、えー、お伝えしていこうと思います、まあ、僕もですねこの小学生の時からエグザイルが本当に親の影響もあってね、えー、大好きで、えー、何度も何度も繰り返しここの技術はどうなってるのかとかあとは清木場さんの歌い方を分析したり声の出し方もろもろ もうすべて研究するかのようにね、紙に歌詞を書いたりとかしながら、まあその技術の部分とかもね書き出したりとかして一生懸命まあ練習した記憶があるんですけれども、まあそういった中でね、えー、歌は上手くなったんですけれども、やっぱりね悪いところもあるなというふうに今回は思ったのでそれについてお話ししようと思います。メリットから言うんですけれども先ほども言ったように歌が上手くなるっていうあとは。 エグザイルの技術がつくっていうところでですねでそのエグザイルの技術も本当にいろんな音程だったりもういろんなその拳だったり入れ方みたいなねそういうのがもう身につくんで本当にカラオケとかに行くと本当に歌うまいねみたいな感じでいい思いができるっていうのはこれはすごいメリットかなと思います、まあ、一方でですねエグザイルの歌ばかり歌っているとですね 本当に、えー、悪いこと1つ目なんですけれども、それがエグザイルの歌の曲しか歌えなくなってしまうということなんですよね。まあ、どういうことかっていうと EXILE の歌ってものすごく何て言うかね、まあ、スローテンポだしあとはバラードが多いんでバラードの歌が歌えるようになり,なりはするんですけどアップテンポの曲ってどうしてもねバラードとはやっぱりちょっと違う歌い方なんですよ。 まあやっぱりもちろん EXILE の中にもアップテンポな曲はあるんですけどそれ以上にやっぱりバラードの曲が際立ちすぎてそればっかりにこう練習をしてしまうと何というかね普段のこの最近流行ってる j p o p 米津さんとかあとは何でしょう「オレンジレンジ」とかまあそういう何て言うんですかね若者系のこのアップテンポな曲。 そういうういいいのがが結構歌いにくくくななってくるかなっててるか感じがします自分自身もねこうカラオケとか行った時に、まあ、バラードは結構、まあ、調子よく歌えるのにアップテンポになったらちょっと口回んないなみたいな。<laughs> で実際この拳の入れ方とかもね、まあ、違うし、まあ、洋楽なんかとか本当にそれが如実。 に現れてて海外のこの拳の入れ方とかも違いますしなんとなくそれ風に歌えたりはするんですけど全部エグザイルっぽい曲調の感じになっちゃいますまあなので、まあ、そういうところがやっぱりエグザイルをまあ歌い続けて、えー、練習し続けて、まあ、ちょっとダメなところかなと思いますまあですね、えー、まとめとして、まあ、僕が思うのはエグザイルの歌を練習して。 でも損すす。ることはないなと思いい思ます、まあ、やっぱりね歌があの確実に上達するし淳さん清木場さんの歌の技術ってものすごい高いんでなのであの2人のまでのレベルに到達するっていうのはもちろん難しいことなんですけど、まあ、その2番センチ3番センチ4番センチのどれかねもう10番20番100番センチぐらい。 どどこかにはたどり着けるんじゃないいいかななううふうに思いますなのでやっぱり普通のね歌にあんまり馴染みのない人とかとカラオケを行ったりするとうまく聞こえるしまあそれだけなんていうかねまあ発声の仕方とかもやっぱり基礎ができるっていう意味ではいいことかなと思います、まあ、ただねえっ、ー、とプロレベルを目指すんであればいろんなジャンルのね歌を小さい頃から歌ってる人の方が なんとなくね、えー、表現力の幅っていうのが広くなるんじゃないかなという風な、えー、感想です。まあねそういう感じでエグザイルのことについて、えー、いろいろ語っていっているユーチューバーですので、えー、今後も、えー、高評価、チャンネル登録といろいろよろしくお願いいたします。コメントも全部読んでるんで、はいじゃあまたよろしくお願いします。バイバイ。